公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 C の代表の篠崎です。今日もよろしくお願いいたします。今日はとあるところに、とある方向けの求人票を出してきました。その関係もあり、この動画を撮らせていただきます。美容師になる方法、それは美容師免許を取得することです。その方法には2つあります。1つは専門学校に行って卒業見込みで国家試験を受験をする。そして、受かるかどうか分かりませんけども、受かれば美容師免許取得、そして就職という流れになります。これが一つ。もう一つ、高校卒業から美容室に直接就職をします。そして美容室のサポートを受けながら専門学校を通信課で卒業をして、国家試験を受けて合格すれば美容師免許を取得という、2つのパターンがあります。2番目にお伝えした高卒から直接美容室に就職する方法ですが、これはその高校に来た求人票を見ていただくのが一番手っ取り早い方法です。そしてここが大事、就職した美容室にどの程度の美容学校通信課のサポートシステムがあるかどうか、これをしっかり調べる、もしくは行って聞く、見学に行く、見学に行った時に全部質問をする、そういったことをしっかり行い、きちっとしたサポートシステムがあるところに就職をする、これがとても大切です。求人票上でもうサポートしますと言っているところは、かなり手厚くサポートしてくれるのではないかなと思います。 C のも高卒生の美容学校通信課サポートシステムというのをやっています。ハローワーク川越管内の高校に行った求人票をぜひ見てください。そして実は求人票には正式なことがあまり書けないので、やはり気になっていたらとりあえず見学しに来て、その時にお話をしましょう。お話をしてみないとわからないです。お店も YouTube やってるんで雰囲気はなんとなくわかってると思いますけど、実際に来てみないとわからないです。足を運ぶことです。それは就職の企業見学として来るのもいいけれど、やはりお客様みたいな形で来ていただいた方が雰囲気はとてもわかると思います。もし家庭事情で専門学校に行くのが非常に難しい、もしくは親にはそういうふうに言われたけども奨学金で僕は行こうと思っている、私は行こうと思っている方たち、奨学金についてもう一度よく考えてください。 C のスタッフも半数以上が奨学金を借りていますが、高校専門学校と借りている子、非常に大変です。私学の高校とか行ってその奨学金も返している、専門学校の奨学金も返しているとなると返済は確実に30代まであります。そして専門学校だけでも月の返済額は1万円から2万円になるのにもかかわらず、高校のとか入ってくるとさらに2倍3倍になります。非常に厳しい状態になります。
ですので先生はいろいろ言うかもしれません。高校の先生が専門学校に行った方がいいよとか、奨学金を借りて専門学校に行った方がいい、その方がいいよとか、いろんなこと言うと思いますけど、僕からのこういう方がいいよというご提案としては、僕がそうだったように、美容師免許取得するのに通信課に通う、協力をしてくれる、そういったお店に就職をして、通信課で専門学校を卒業していくというのが後々に考えたら一番いい方法ではないかなと僕は今思っています。もちろん親が専門学校を出させてくれて、奨学金借りないでですよ、専門学校に行った方がいいと自分で判断すれば、専門学校に行くことがダメだということは絶対ないです。専門学校に行けば同期の友達や、同じ志を持った、人たちがたくさんいます。共に学び、素晴らしい仲間ができると思います。それは素晴らしいことです。ただ家庭事情で専門学校にどうしても行けない方、どうしても奨学金を借りないと専門学校に行けない方、そういった方、もう一度考えてみてください。美容室に直接就職をして、通信課で専門学校を卒業する、そういう道もあります。そしてサポートをしてくれるお店もたくさんあります。ぜひ考えてみてください。それでは今日はこの辺で失礼します。もしこの動画に質問があればコメント欄にください。それか概要欄にあるメールアドレスにいただければ誠意を持って返信させていただきます。この動画良いと思ったら高評価、そしてチャンネル登録、こちらかこちらにあるお店のマークをクリックしていただけると非常にありがたく思いますので、よろしくお願いします。それではこの辺で失礼いたします。皆様の未来が明るいものでありますように応援しております。特に高校3年生の方、よろしくお願いします。さようなら。